近発見したお互いの好きなところ、なんかやっぱ猫ちゃんみたいな性格というか沼ってますね。それがすごい好きですね。ありがとうございます。なんかえーって照れながらもすっごい喜んでるところが可愛いなって思って。リアルサウンド YouTube チャンネルをご覧の皆さん、朝のチャイムが鳴りました。私たちシーツエビ主役、略してエビ中の出席番号11番小林加穂と出席番号12番中山真理子です。はい、ということでね、最近発見したお互いの好きなところ、はい、発表なんですけども、うん、なんかやっぱ猫ちゃんみたいな性格というか、私はどっちかっていうと犬寄りなんですね。アメリカンショートヘアみたいな、なんかちょっとこうスンとした猫ちゃん味が増してまして、増してまして増してまして沼ってますね。それがすごい好きですね。ありがとうございます。スンとしてていいです。また私かほちゃん最近見つけた好きなところは、金髪にして、うん、まあ、いろんな方から可愛いねいいねって言ってもらう機会が増えたじゃないですか。でそれをなんか照れながらもすごいやっぱ褒められること、いや、まあすごいみんな嬉しいと思うんですけど、なんかえーって照れながらもすっごい喜んでるところが可愛いなって思って、好きだなって思ってます。ラブ、はい、ラブ2024年9月14日にカホリコ10周年ライブ、空見るカホリコレンコンと天丼から10年が八王子のジェイコムホールにて開催します。八王子、このライブは本当に私とリコちゃんの2人の、まあ、歴史があるのかもありますけどもね、私たちのこう空気感だったりとか、今までやってきたものとか、これからどうなるんだみたいなのもこう全て詰まってますし、レンコンと天丼と何ぞやって思った方もいると思うんですけども来てもらえたらそれも分かるかなと思いますので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。お待ちします。そして2025年3月20日に埼玉スーパーアリーナでの公演も決まっております。はい、こちらは私たちが今10人体制でエビ中は活動していて、それの目標で再び埼玉スーパーアリーナ公演をやるという目標を叶う場所なっておりますので、親戚一同連れてきてもらって皆さんぜひ遊びに、そちらもね遊びに来てもらえたら嬉しいです。ということで、これからも私立恵比寿学校よろしくお願いします、はい、以上私たち私立恵比寿学校でした。バイバイ。